いらっしゃいませ。ありがとうございました。どうです、案外いい気分転換になったでしょう。ったく、おめえさんの話はどれもこれも嘘くさくてかなわん。全部本当なんですって。それにせっかく想像するならそのくらい夢がある話の方がいいでしょう。どうあがいだって俺らがシャバで飲んで食って遊べるまでにはあと数年はかかるんですからね。
俺らにだって生きることを楽しむ権利はあるんです。死ぬまでここにいるってなら話は別ですけど。だから今ここでこうして耐えて身を洗ってシャバの楽しいことを目いっぱい考えて明日が来るの待ちましょうよ。楽しいシャバが待ってる。だから早く罪を償ってここを出たい。そう思う方が囚人として健全ってもんじゃありません？そうだな。ここにいるだけが俺らの人生じゃない。無期懲でもない限り俺らはここから出て最後はシャバで死んでいくんだ。だから俺たちも早くシャバに帰りたいと思うようにしねえとな。にっ、そうやな。冴島さん、俺冴島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか？そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもうすんだわ。それよりババちゃんどこ行ったか知らんが。さあ、どこ行ってんだか。え？もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に？ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのは馬場の仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、馬場が直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。え？それ本当ですか？ああ、馬場のやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、そりゃよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。ババのやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていた馬場を勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ、副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあ馬場のやつどこ行ったんだ？俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった、もう面談は終わったのか？それが馬場の面談1時間以上前に終わってるらしいっす。なんだと？ほんなら奴はどこ行ったんや？
あんた、うちの坊によるババ知っとるか？ああ、あいつ知ってる。さっき見たよ。ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と？西島さん。西島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らずババにも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく急いで資材置き場に行かな。こいつやりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。どうした？こんなところで何をこそこそやってる？こいつがいきなり大技をさせたんだよ。痛えよ。何？ババちゃん。ババ、お前がやったのか？違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ？こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う。これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて？俺じゃない。俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。西島、あんたどう思う？いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか？せやな。
冴島さん、どうでしたか。そうですか。結局馬場がやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けどせやったらあの刑務官らも馬場を犯人扱いできへんやろが。それはどうかな。ん？被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな、直接証拠としちゃ十分って気もする。直接証拠？ええ、ババちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、ババちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。ほう。でもそれだけじゃババがやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん。でも俺らも刑務官もみんなババちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけどババは自分はやってへんって言うとるやろ。自分らそれ信じへんのか。ババを信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ。なんだ。ババちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃないババちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器をババが取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男はババちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定。つまりあの凶器はババちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探ってババが用意でけんかったっちゅうのを確かめたらええんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくともババちゃんが犯人であることも同時に否定できます。日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらなんやら詳しいんだ。やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔同系の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。刑事やと？なんで刑事が無所におるんや。まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありましてつい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してた？そりゃ刑事といや犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますよ。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で具体的には何したらいい？ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね。手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか。
まるで刑事の口ぶりだな。さあ、気合い乗ってきた。やりましょう。ああ、
結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰のつこてるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器なら馬場と一緒に刑務官が持って行っちまっただろうが。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしじゃないでしょう刑務官も。行ったら最後3人揃って懲罰房に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんね。仕方ねえ、やるか。え、やるって何よ。盗むってことだよ。盗むって、大島のおやさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたらそれこそ懲罰房どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかさねえって。おやさん、あんたまさか。窃盗数15,000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる、刑事課に配属された頃盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事。ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、馬場のためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ、それじゃあ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。
待ちなさい。止まりなさい。待ちなさい。待ちなさい。止まりなさい。待ちなさい。止まりなさい。待ち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 なさい。冴島、どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら、ああバッチリだ。さすが背広の平八郎。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なの？いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番、あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした冴島？そんな声面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的は俺のはずや。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうな。かわいそうに、大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたもババと同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。ババが大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけきれいになくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。
あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに、生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ、昨日の夜、佐江島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ、ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前。だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう、あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、佐江島、お前。立てや。やっと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。やがましが、お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。何だと。俺は自分のことしか考えとらんかった。早よここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男見捨てていけるほど俺は人間できてへん。知り弟の痛み体で味わってもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。ああ楽しもうぜ。
何がおもろい？この勝負、俺の勝ちだ。ん？全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。てこずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。催事前の復讐じゃないのか？復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、冴島大河、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。ん？あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを？お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか？俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺の刑期伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや？得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと？一体誰の差し金？またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか？はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年、俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほら、こっちに来い。懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した？なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか聞いてきたばっかりやないか。これはお前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんで？あんた組の人間は思って出さんって言うてたやないか。一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。東条会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり今回のケースもそれにあたる。お前、ここを出たら東条会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前、お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年、お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。
敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため、釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう波紋の見え関係ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした、泣いてるのか。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え？どこに行く？おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいます。なんだと？破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償うてここ出られりゃそんだけでええ。冴島、冴島の兄貴。冴島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副署長が通してくれたようです。そうか。それにしても冴島、随分と早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや、あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか。波紋のせいや。波紋？それってまさかあんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋って、そんな何があったんです。理由はわからんけど、波紋されたこと自体はどうでもええ。それよりなんだ。嫌な予感がするんや。配達でーす。はい。これってん？どうした日村。これって冴島さんがいた組のことですよね。紹介最高幹部真島五郎氏死亡って。兄貴、これこういうことやったんか。まさかあんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。兄貴、嘘や。この犬断るわけない。冴島さん。
こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。冴島、馬場。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴。呼び出したのはあんたか、副署長。嘘の理由まで作って来ないな場所を呼び出して、一体何の話。副署長室では第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです？説明してください。実は冴島の仮釈放申請が却下された。え？却下って、どうして？私にもわからない。通常仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上、法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省って、そんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東上会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それに馬場ちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。真島？真島って確かさっき新聞に載ってた人の名前。真島五郎、東上会射程頭直系真島組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力真島組の組長であり、冴島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃああの殺された人っていうのは兄貴の親友？そう。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長、北方泰造だ。北方組。警察関係者の話によれば、真島は東上会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、馬場。はい。なんなんや、馬場ちゃん。北方組は前に俺がいた組です。なんやって。場所を移した方が良さそうだ。そうだな、資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。ええんか。この隙に何するか分からへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。分かった。あの、兄貴。馬場ちゃん、今は副署長の言うこと聞いとこう。話はそれから。はい。待たせたな。
で、さっきの話やが、ババちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか？ええ、そうです。でも高坂さん、俺が北方組の人間だったとして、シャバの事件とは関係が？そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうこと？半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった鞘島への暴行、連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで鞘島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？鞘島の兄貴に復讐させないためですか？その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、鞘島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても、法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああそうだ、もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は2つしか存在しない。一つは関西の近江連合、それにもう一つは。そうか、つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。え？ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか？なんで東条会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか？裏切り者がおるちゅうことや、東条会の内部にな。裏切り？鞘島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東条会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭？とにかく東条会はどうにかして鞘島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を？しかしただ波紋しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に鞘島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっき言った運動場の一番奥、南西の門、その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。どういうこと？言え。脱獄しろ、ここから。何やと？ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが他殺の線が濃厚なようだ。なんで所長が？所長は鞘島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない。今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ？事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に鞘島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなこと許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は
職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。高坂、佐江島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜同房の囚人が眠ったのを確認したら棒を出てください。ゲーム館に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち、他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。わかった。最後に一つだけ約束してください。何や。もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。で、何だったんです、副署長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話でね、兄貴。ああ、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるね。で、佐島さん、ここ出たらどこ行くんです。月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ佐江島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで。だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、佐江島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、佐島さんの親友なんでしょ。佐島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました。別にいいよ、そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつを探すんです。俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接追うて話が聞きたい。話してどうするんです。警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。はあ、何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか。もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺した奴のせいやない。人に命取られるようなやわな奴になってしもたんか、それか犯人がもっと強いやつやったんか、どっちかい。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方っすね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい、それだけ。俺の勝ちや。あー来たね、最後に2で革命って。札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃあ佐江島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。ん？例のってあの妄想ゲームか。でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです佐江島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやね、
またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃ行きますよ。まずは